はい、家を断捨離してキャンピングカーで日本一周中毎日バンライフしているカタカナ5号のイカちゃんとむっちゃんです。今日は DIY センスがない私たち私たちの唯一の悪あがき的なDIY とも呼べないようなレベルの、そう、普段ね DIY やってる方からしたら何それって言われかねない内容ですが、まあそういう箇所を何箇所かご紹介したいと思います、はい、ちょっと恥ずかしいそれでは早速室内に行ってみましょう。はい、 DIY と言うなっていうレベルの DIY がこちらですこれね、まあまあガッチャンボ図がかかってるんですけど、まあこれは S 字フックです。 S 字フックが何にかかってるかというと、うちわですよ。うちわのここちょうどハートが2つあるから2つ S 字フックかかって、こんな感じで、え、これ DIY って言うと本当にね怒られるんじゃないかって。これ DIY なの？いや怒られると思うよ。はい、DIY って言うな第2弾でございますこちらあのカゴかけただけかけただけ、もう DIY でもなんでもないですね。でもねこれね重宝してるんですよ。あの自撮り棒とか、まあ、この辺なんかね金管と室内の虫シュってやるやつ入ってたりです失笑なんだけどはい、お気づきの方はいらっしゃると思いますが DIY じゃねえだろポイント、こちらですね。まあまあ室内の温度計です。これね100均で買ってきて後ろ両面テープをつけて貼り付けただけです。はいはい、もうなんとなくちらついてて分かられると思いますが、こちら100均の突っ張り棒でございます。でね、あの我が家は家と家と洗濯機はないので、洗濯物はですね1週間に1回コインランドリーにお世話になっております。で洗った後に車内で干すので、まあ、ここにねハンガーがかかっています。もう重宝してます。はい、ちなみに突っ張り棒と言いましても、動く車内で振動で突っ張ってしまうと落ちちゃうんですね。なのでこうやって乗っけたる状態です。で洗濯物をかける突っ張り棒はこちらリアベッドにも用意しています。こんな感じ、もうここもね洗濯終わった後はハンガーかけてます。今洗濯物ないのでこうやってジャンパーがかかってます。こんな感じです。はい、次はですねこれも DIY かと お叱りを受けちゃいそうな、はい、扇風機ですね。これはここにモバイルバッテリーを置いて扇風機を流してエアコンとかの冷たい風がバンクベッドの方に、ちょうど後ろがバンクベッドなんですけど、行くようにするためにここの位置にしたものと。なので何回かしか使ってないんですけど DIY したつもりです。こちらですね、時計です。こちらは100円ショップで買った、とても時間がずれる時計です。1ヶ月で1分ぐらいかな。結構ね、むちゃんね、もう10分ずれてる時あったよね。そうね。はい。っていう時計なんですけど、まあでもね、結構俺重宝するんですよ、これ。まあ10分ぐらいの差だったらね。あれが、10分おかしいなと思っとけばいいだけの話なんで、ちょっとおかしいだろってあるかもしれませんけど、DIY です。はい。はい、運転席の上にあるバンクベッドです。こちらなんですが、とってもいい DIY してますよ。これだけは自慢できる。いろんなの自慢できますけどね。はい、スノコなんですよ、スノコ。
こんだけ厚いすのこ、まあ4面入れてるんですけど、すのこを入れて、これだけ厚いマットレスを入れて、で、まあ、冬はあんまり使ってないんですけど、電気毛布、はい、を敷いて、ということで使ってます。これね、ここまでやれて、まあ、前もね、お伝えしましたけど、この空間っていうことなんで、この空間だからこそこのすのこが使えるということですよね。これ結構本当に、重宝している DIY の一つでございます。はい、どうでしょうか。とっても僕汗かくんですよ。なので汗をかいてしまうとやっぱりね、逃がさないといけないっていうのがありますし、もともとバンクベッドって気温によってなんですけど、すごい結露が出るんですよね。そういったのも考慮に入れたら、やっぱりすのこが必要かなというところですね。それは紹介しないの？いや、これはさ、さすがにさ、でも結構普段使ってんじゃん、めちゃくちゃ使ってんじゃん。一番使ってるかもしれないけど、いやでもさすがにさ、いやいや、もう、はい、じゃあ紹介しましょう。はい、これです。これさ、紐切りっぱこんだけたわんでて、いや、たわんでるからタオルかけられんじゃん。あ、そっか。うん、これなんか見て、この糸の始末、糸紐の始末そのまんまなんだけど、まあ、俺がやるとこうなっちゃうのかな。いやいや、これ毎日大活躍してる。そうそう、大活躍しててタオルかけです。紐が毎回結構交換するのかなと思ったら、ほとんど交換しないよね。これね、紙紐なんだけど、すぐダメになるかと思って使ってるんだけど、結構強いのよね。これ予想外なんだよね。予想外に。だってこれさ、耐久性高いよね。1年半ずっとこれ使えてるんだよ、これ。そろそろ。しかも毎日さ、洗い物したタオルとかこうやってかけてるんですよ。かけてるよね。水濡れてるものかけててさ、こんなダメになんないもんかって逆にちょっと怖くなるよね。そろそろ衛生的に変えましょうか。はい。はい。さあ、どうだったでしょうか。あの、もういかがですかって聞くのも恥ずかしいレベルっていう。本当ね、動画にしない方がいいんじゃないのと思ったんですけど、それはそれで面白いじゃんというお話も少しあり、はいはい、動画にしてみました。はい、まあ、でもね、あのフォローしてくださる方は、はい、あの DIY しなくても快適に過ごせるこの車内空間っていうのがすごいんだよっていう、そうだね、フォローはいただきました。ありがたい、ありがとうございます。まあね、はい、DIY しなくても、うん、キャンピングカーで楽しめて快適にバンライフを送れるよっていうことが少しでも伝わりましたら幸いです。そうです、そこでございます。はい、はい、さあね、そんな感じでございますが、はい、はい、いかがだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。あってよかった装備5000。あれ今のそのまま使っちゃっていいと思う。面白いから。あってよかった装備5000をご紹介します。これはね、冬には寒がりな僕にはとても嬉しい。嬉しいでしょ、って嬉しい。あの後からつけた装備なんですけど、うん、本当にありがたい、うん、つけてよかったっていう。でね、うん、もしかしたら本当なかったら大げさじゃなくて風でダウンしてたと思う。あってよかった。本当に緊急事態の時もあるもんね。ちょっと俺おなら、あっとか言っておならしちゃって、ちょっとごめん臭いから自分で開けるみたいなね。ほんとね、そんな些細なことなんだけど、音が静かなに自虐ネタ割と活躍してます。本当に。